ヤガミ、だいぶ様になってきたみてえじゃねえか。だろ？そろそろどうだ、押し切りとのスパーリング。バカ野郎、まだ早い。今の貴様じゃボコボコにされるだけだ。なら誰でもいい、強えやつとやらせてくれ。雑魚の相手ばかりじゃつまらねえんだ。相変わらず鼻っ柱の強え野郎だ。貴様は一度身の程をわきまえた方が良さそうだな。俺だけ。てめえが噂の新入りか。こいつは鬼岳学院悪回戦のプロ。仇に見えないが。仇だぜ今はな。登場会が解散しとる。それでうちに転がり込んできやがった。前科者でも腕っぷしさえあれば食っていける。チャンプになれば贅沢もできる。それがこの世界のいいところだ。俺は登場界の鉄砲玉やってた。はじきとドスが俺の相棒だった。だが今はこいつが相棒だ。こいつがお前の血を吸いたがってる。ヤガミ、リングに上がれ。やり合おうぜ。ああ、手加減はいらねえ。本気で来い。ヤガミ、準備ができたら声かける。
くぜ。俺の拳はドスより。あんたやるじゃねえか。あんたのパンチドスよりよっぽど響いたぜ。ふん、そうか。鬼だけ貴様、素人相手に何深く取ってやがんだ。貴様もうすぐ10回戦だぞ、分かってんのか。こら、素人だと。ヤガミは強いぜ。俺は負けたこと恥ずかしいとは思わねえ。恥ずかしくねえだと。この恥知らずが貴様なんかやめちまえ、この根性らしく。んだとてめえ、俺らの払う会費とファイトマネーで食っていけてんだろうか。うるせえバカ野郎、死ねえ。いてえよ。